スノーマン・渡辺翔太がアンアン、愛とセックス特集表紙に、史上最縁の体で大人のラブストーリーに挑戦。渡辺翔太、スノーマンが8月9日発売の雑誌、アンアンの愛とセックス特集の表紙を飾る。 自分にはリロケの要素が足りないという渡辺は30歳という節目を迎え、渡辺、こっちも行けるんだというきっかけになればと、アンアンの中で年間最大部数を売り上げる名物企画、愛とセックスに登場。中性的なイメージを打ち破るギャップのある最末マッチを目指し、トレーニングや美肌作りに励んだ成果となる史上再演の体を披露している。 中面のストーリーグラビアでは、感情をあまりあらわにしないという渡辺が、激しい大人のラブストーリーをテーマとした撮影に臨んでおり、感能的なベッドシーンやシャワーシーンなどがドラマチックに切り取られている。またソロカットでは、泡風呂で無邪気にはしゃぐギャップのある姿も激写された。